こんにちは、佐賀新聞ニュースエースです。まずはサガン鳥栖のコーナーからです。リーグ戦第15節、鳥栖はホームにベガルタ仙台を迎えました。鳥栖は守りを固めてカウンター攻撃を仕掛ける仙台に手こずりました。後半に入り、ミッドフィルダー原川力選手が中央からシュートを決めて先制しました。しかし選手交代で仙台が反撃に転じた後半27分、佐賀東高校出身のミッドフィルダー中野義弘選手に押し込まれました。鳥栖は終盤何度もゴールに迫るものの勝ち越すことはできませんでした。1対1で引き分けた鳥栖はホーム6連勝を逃しました。リーグ戦第16節は25日にあり、鳥栖は午後7時から鳥栖市のベストアメニティスタジアムで浦和レッズと対戦します。浦和には2014年のアウェー戦以来勝ち星がありません。浦和の攻撃陣は要注意。前線からの連動した守備で相手の攻撃を防ぎ、素早いカウンターで得点を奪えるかが鍵になりそうです。最前線に陣取るフォワード豊田洋平選手には攻守両面での活躍が期待されます。また21日には天皇杯2回戦がありました。鳥栖はホームに島根県代表の松江シティ FC を迎えました。後半にフォワード豊田洋平選手が PK で先制。その後途中出場のフォワード田川恭介選手が2ゴールを決め、3対0で快勝しました。3回戦へ進出した鳥栖は7月12日に J2 の松本山雅 FC と対戦します。そしてミッドフィルダー鎌田大地選手の移籍に関する情報です。ドイツ一部リーグのアイントラハとフランクフルトから鎌田選手獲得の申し入れがあったことが20日関係者の話で分かりました。移籍金はおよそ3億円とみられています。愛媛県出身の鎌田選手はスルーパスなどにセンスが光る攻撃的ミッドフィルダーです。京都東山高校から2015年に鳥栖入りして1年目から活躍。 J1 通算64試合に出場し13得点を決めています。かねてから海外への挑戦を目標に掲げていた鎌田選手、21日の天皇杯ではトップ下でフル出場。試合後、移籍報道に関する質問には、鳥栖の選手なのでとコメントは控えたものの、オファーを前向きに受け止めている様子でした。またこの日、サガンドリームスの竹原実社長は鎌田選手の移籍に関し、契約のことなので確たることは言えないが、浦和戦までに記者会見を開くと話しました。ここまではサガン鳥栖のコーナーでした。JA 杯佐賀新聞学童オリンピック大会が17日と18日に行われました。17日は佐賀市立体育館で卓球競技がありました。10チームが出場した男子は混戦となった予選を抜け出した英卓ジュニアが決勝リーグをすべて勝って制覇しました。8チームが出場した女子では川添ジュニアと有田ジュニアの混戦チームが予選決勝ともに無敗で他を圧倒しました。なお英卓ジュニア、川添有田ジュニアともに初優勝です。またミニバスケットボール競技は10日と17日18日の3日間行われました。このうち27チームが出場した男子は決勝で三田川と観光が激突。試合は三田川が第2クォーターで逆転に成功、43対31で初優勝を決めました。また29チームが出場した女子の決勝では新鋭が序盤から主導権を握り、粘る神崎を44対38で振り切って初の頂点に輝きました。今後の競技は25日に佐賀市の佐賀県総合運動場水泳場で水泳競技が行われます。全九州高校体育大会が開かれました。このうち全国大会への予選を兼ねた陸上競技では女子 400m 障害で鹿島高校の今村里香選手が2連覇を果たしました。他にも
男子800メートルで伊万里高校の古川亮賀選手が優勝。女子砲丸投げで佐賀北高校の中村真奈美選手が佐賀県高校新記録で頂点に。男子走り幅跳びで早稲田佐賀高校の林博之選手が2位になりました。ホッケーでは伊万里商業高校が男女揃って優勝を決めました。夏の全国大会での躍進が期待されます。その他のスポーツの話題です。高円宮支配全日本学童軟式野球佐賀県大会の5回戦が行われ、鹿島少年や木山ジャガーズなどベスト8が出揃いました。虹の松原トライアスロンイン唐津が18日に唐津市の虹の松原や松浦川河畔一帯で開かれ、佐賀県勢が1位と2位を独占しました。佐賀新聞社杯佐賀県レディースソフトテニス大会が18日佐賀市の森林公園定休場で開かれました。新幹線区間と在来線区間を組み合わせて計画されている九州新幹線長崎ルート。この両方の区間を走行できる機関可変電車フリーゲージトレインの導入を見送る案が JR 九州で浮上していることが関係者への取材で分かりました。九州新幹線長崎ルートは博多駅から新鳥栖駅を現行の九州新幹線と共用、新鳥栖駅から武雄温泉駅は在来線を活用し、武雄温泉駅から長崎駅は新しい新幹線ルートを建設する計画です。しかしフリーゲージトレインは複雑な車輪構造のために維持や点検に通常の新幹線の 2.5 倍から3倍のコストがかかるとされています。今回の見送り案もこの高いコストが主な理由とみられています。方針が決まれば長崎ルートの運行方式は不透明になりそうです。ここからは佐賀県内で行われたイベントをご覧ください。伊万里市の藤野梅林で13日、牧島小学校の3年生が特産物の梅の収穫に挑戦しました。小木市の小木高校で14日、1年生と3年生を対象にした主権者教育の授業がありました。絵画を代表するブリューゲル、レンブラント、ルーベンスらの傑作を集めたバロックの巨匠たち展が17日佐賀市の佐賀県立美術館で開幕しました。
技術を競う大会が19日、佐賀市文化会館で開かれました。さて、ここからは過去の出来事を当時の佐賀新聞の記事や写真から振り返ってみましょう。35年前の1982年、この年は梅雨入りしても雨が全く降らない日が続きました。7月4日の紙面には、この空梅雨が及ぼした影響を掲載しています。深刻な水不足で佐賀県内にある15箇所の水力発電所のうち5箇所が発電を停止。その他の発電所も発電量が大幅に減少し、通常の 10% 程度の発電量に減少しました。干ばつは嬉野茶にも影響、害虫の赤谷も異常発生し、嬉野茶の関係者は頭を痛めていました。また佐賀市や旧佐賀郡など46のプールへの給水停止も行いました。そんな中、三田川町、現在の吉野ヶ里町では雨乞い神事の女浮流が行われました。これまでも干ばつのたびに奉納され御利益があったそうです。奉納されたのは昭和43年以来14年ぶり。この時は60歳から70歳の女性およそ40人が参加したそうです。今年も梅雨入りしてなかなかまとまった雨が降りませんね。この時期はしっかり降ってもらいたいと思います。そしてここからはお知らせです。佐賀新聞社では今年結婚50周年を迎えたご夫婦を表彰する金婚さん表彰を今年も行います。表彰状と記念品をお送りし、会場にお越しの方は記念撮影を行います。表彰は9月8日からご覧の各会場で行います。募集の締め切りは8月8日です。お申し込みお問い合わせは佐賀新聞社販売局、電話 0952-28-2131 です。10日に開幕した JA 杯佐賀新聞学童オリンピック大会の写真を日々のウェブ写真館に公開しました。10日に佐賀市の森林公園定休場であったソフトテニス競技と、17日に佐賀市立体育館であった卓球競技です。選手たちの熱戦の模様をぜひご覧ください。今月3日に佐賀市の夢タウン佐賀で日々の子育て杯ハイハイよちよちレースが開かれました。最後はその時の様子をご覧ください。それではまた来週。